もったいないよな、こぼれてね。私車の中でテンパった時ある。じゃあ豚キムチいただきまーす。次は網走流氷です。じゃあホルモンいただきます。あ、ありがとうございます。いかがですか、美味しい。最高。どうしよう。流氷ビール網走か。網走か。網走か。ラベルが見えませんけど、はい、OK です。これも、あ、これパンのとこやな。日の出食堂のおつ煮です。いただきます。
ね。まだ4号目かな。俺なんか全然帰れないもん。今日何やろ。いや、ホールもうまい。なんと、今日ご一緒にさせていただいた中島さん、茨城でキャンプで今回2回目出会ったんですけども、なんと大阪で先輩後輩の仲でした。高校が一緒だったという、これもやっぱりキャンプをやっていてその出会い縁があったということですね。キャンプ乾杯。奇跡やったね。びっくりしました。でもいや本当ですよね。まさか話したら大阪の高校の先輩後輩っていう。ですよね。来年はうさぎ年。お送りいただきます。おじさんになったら2ブロックしなきゃいけないルールってどこでもいいから1回縛れて焼きたり取りかぶいたときそれが縛り、縛り、あのうまいこと言ってたつもりだったよ。うまいこと言ってないよ。今あの看護法で言ったんだ。いいんだな。それだけ元気がいいのは柿自体ベーコン。ベーコンいただきました。おそげです。うまっ。ベーコンにはちょっとさっぱりした。ホットウイスキー温まる？どうですか？美味しいか？温まる？何飲ますか？ホットウイスキーですか？ギリうまっ。おっ、あったかい。あったかい。ホットウイスキー、ちなみにブラッツ、ティッシュがあるけど、先にいただいちゃったんですか。先にいただきました。寒い、寒いからね。温まって、温まって寝る。飲んで